トゥリモンストルムとは、古生代の海に生息していた、古生物である。北、アメリカイリノイ州の石炭気候期の地層から、発見、記載された。名称は発見者であるフランスの、フランシスターリーに懸命されたもので、意味としては、ターリーの怪物である。他に表記として、タリモンストラム、タリモンストルム、また俗称として、ターリーモンスター、タリーモンスター、 タリモンスターなど様々な名で知られる。全長は約10センチメートル。全体は前後の尖った楕円形、細い柳の葉のような形で、扁平である。体幹には近接が見られ、体の中央には腸管と脊索が見られる。脊索の一部に沿って連続的に海上の構造が見られ、これは椎骨の弓体に当たるとみなされる。 体の後端近くには両側に張り出したヒレがあって、ほぼひし形になっている。奇妙なのは、体の前端に突き出した噴部で、その先端に口が開いていたらしい。その中央に長管が通り、先端に角質の葉を備えた顎のような構造があることから、ここを動かして餌を取ったのではないかと思われる。さらに、胴体の前方3分の1くらいのあたりから、 両側に棒状の目柄が突き出し、その先端に目があったらしい。その形態が奇妙で、現生のどの動物にも直接に比較できるような似たものがなかったことから、バージェス動物群の再発見以前から、古くから知られる代表的な古生代の怪物であった。中には、ゾウクラゲと金縁ンンという説もあった。2016年、角質の葉が並んだ糞。 石作を持つ可能性、そして目の構造などから、脊椎動物に属すると発表された。複数の特徴から、脊椎動物の中でも、系統的に円鉱類の一系統、特にヤツメウナギ類の一種であるという主張もあるものの、他の塩鉱類には見られない特徴も数多く、未だ系統関係には問題が残る。主張流に似た細長い形状をしていることから、 一部の未確認動物愛好家の間では、ネスコの怪物の正体の候補に挙げられたことがある。